おはようございます。今日はですね、2万人記念の質問コーナーで募集させてもらったんですけど、それちょっと今日やりたいなと思いまして、でちょっと一人でやってもつまんないかなっていうところで、スペシャルゲスト呼んでますんで、ちょっと登場してもらいたいと思います。この方です。スペシャルゲストです。噛んだところに変身できなくなっちゃうから。ダメっすよ、ちゃんと使ってください。使いましょう。こんにちは、レンです。こんにちは、ルイです。ちょっと今回ルイさんから直々にお誘いいただきまして。そうなんです。おめでたいですね。2万人記念、2万人行きましたんで、ちょっとそれで僕が質問を投げかけて、そうですね、ルイさんが答えていくとやってもらおうと思いまして。 OK です。何質問しよっかな。ちょっとレンさんに選んでもらうんで。はい、皆さん嬉しいんじゃないですか。レンさんファン多いですからね。僕のチャンネルも。そう、僕のチャンネルも毎回ルイさん出てきますけどね。それ嬉しいです。コメントのやつで言ってくれて、名前を、うん、そうあれで燃えたんですよ、こっちサイドは。燃えた、言ったぞ。やっていきましょう。お願いします。したら緊張するなぁ。もうどんどん行きますよ。来てください。ああ、ほんと渋い。今更新が一番楽しみなチャンネル。違う。何ですか。違う。質問のやつを選んでもらえたら。すいません。そう、嬉しいコメントで。いや、でも嬉しいですね、こう言ってもらえると。そういうのが一番嬉しいですね。じゃあ質問行きますね。お願いします。こう面白くなかったんでちょっとやめます。それやめてもらっていいですか。あ、これいいんじゃないですか。美容師にならなかったら何をしてたと思いますか。いいやつ。ルイさん本当に美容師なんですかってか。そう、まずね、そこからなんですけど。そうなんです、ね、まずこのチャンネル一回も自己紹介してなくて、僕は美容師なんですよ、普段っていうのを踏まえて、でも美容師になる前に悩んだのが一個あって、グラフィックデザイナー。そうなんですか。そう。で、親父が建築家で、で、お母さんがグラフィックデザイナー家系。そう。そうなんだ。で、どっちしようと思って。なんで美容師にしたんですか。楽しそう。美容学校も行ってたし。あ、行ってたんですね。1年間フリーターやって美容師選んだと。うん。だからグラフィックデザイナーです。はい。レンさんはちなみに彫り師じゃなかったら。じゃなかったら、でも俺もね、母親が建築家で。え？そうなんですよ。で、親父が塗装屋なんですよね。はい。なんで、もうずーっと親父の塗装屋を継ぐと思ってた。だって絵が一緒なんだ、やっぱり。うん、っすね。やっぱ似ちゃうっすね。似ちゃう。やりやすいな。次。飲まれる。本当にドタイプです。ありがとうございます。いっちゃいっす。タトゥーショーですか。こっちそれ面白いチャンネル。タトゥー紹介してほしいです。あ、タトゥーしてなかったんですか。してないですね。そうなんですね。そんな入ってないんで。俺もちゃんと見たことない。なんかトライバルと文字ぐらいですけどね。あと胸とか。胸何入ってるんですか。あらやだ、三角。意味がある三角。あ、そうなんですね。これから増えていくんすか。いや、なんかもう入れるつもりもともとなくて、もうこれだいぶ前昔で貯めてて、あんまゴリゴリ入ってる見た目じゃないかなって感じで。確かに。そうだから、でも最近堀市さんと知り合って、そうなんですか。めちゃくちゃイケてる堀市さん知り合ったから。出会いだからやっぱ入れていただきたいなと。でも大事っすよね、そういうのは。でもなんか予約が取れないらしくて。あ、そうなんですか。タトゥースタジオ山田のことですか。はい。そう、僕堀市やってるんですよ。そうですね。あ、そう、ちゃんとね。あ、でもみんな知ってるからいいっすね。いや、ちょっと自己紹介します。じゃあ僕もタトゥースタジオ山田っていうスタジオを、渋谷でやってまして、で、まあ、ご縁で出会って、ね、今ここにいるって感じなんですけどね。それもあれっすよね、ルイさんがあげてたコーヒー。そう、ね、梅猫さんの、僕の動画の2025月買ったものの中のコーヒー、
パッケージのね、うん、あれを紹介したらもうねコメント欄と DM でレンさんだレンさんだと、そう、それで俺もルイさんって方がなんかレンさんの紹介してますっつって何と思って見たのがきっかけ。そうですよね。でお互いのその共通の知り合いみたいなのがいて、あじゃあ飲もうっつって、そうですね、知り合った。そうで今日2回目なんですよ意外と会って会って、うん、2回目2度目ましてなんですよね。2度目まして、そんな関係ないっすね。うん、いはい、いつもクールな感じなので笑った顔が見てみたいです。いや今回だからこう出せるのいいな。そうっすね。だ俺も、うん、そのルイさんの動画のイメージはもうなんか毎回彼女を何死んじゃったみたいなぐらいテンションでやってるからあもうこういう人なんかなって思ってて、ね、いざ会ってみたらもうなんか握手のモーションが脚色がすごい。そうっすね。そんなことはないけど、そんなことこんな感じですもん、ね、うん、そうなんですよ。なので皆さんちょっと静かに思われがちなんですけど意外と喋るんで、うん、この感じのイメージを持っていただければと。今回みたいな、そう今回みたいな、うん、そうっすね。ただでも次の動画から一人で撮るときは静か、うん、間違いなくいや難しいんですよ。いや分かるっす。そのカメラを前にして一人で喋るって、いやいやいや本当に何も面白いことも出てこないし、いやそうですよね。俺も毎回もう一人でよしみたいな、なんかもう自分でこう高めてそうっすよね。でやってるから間違いない間違いない。じゃないとね、もうだから、ね、ヒカキンさんとかもう変態なんですよ。変態、うん、マジで役者役者役者、うん、切り替えがすごい、なかなかできないですよ、うん、まあ、ちょっと成長を見守っていただければ、うん、そうです ね。どんどんいきますよ。お願いします。デニム探しに行く、よく行く古着屋教えてほしいです。あデニム探しは、まあ、基本、まあ、僕原宿勤めてるんで、うん、まあ、原宿のベルベル人、あと高円寺のサファリ、うん、この2大巨頭が、まあそうっすね、必ず見に行って、そこはやっぱ玉数が一番多いかなと東京で、うん、でもやっぱデニムはねレンさん出会いですからねまあそうなんですよね、うん、だからいろんなとこ行きますよ。セカストとかも行きますよ。うん、わかる全部見て自分のサイズあったら買うって感じで、うん、決めてはないです。でもそのヴィンテージ具合にもよりますよね、うんうんうん、もう本当に対戦モデルとか何、うん、そのWXをめがけていくならもうさっき言ったサファリとベルベル人、ね、間違いないしかないぐらいじゃないですか、うんうんうん、もはや、うん、もはや、うん、ないないない。たまにねひょっとね一本ぐらい、そうそうそう、ね、なんかちっこい古着屋にゴリゴリのやつあったりするんですけどね。そう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 、でもだいたいサイズちっちゃかったりでかかったりみたいな。そうなんでその2つです。ほい、あ次 YouTube を始めたきっかけを知りたいです。あお、いい質問ばっか選ぶな、うん、YouTube はそれこそ趣味の共有、まあ、友達とか、まあ、あのお客さんと趣味の話すること多くて、はい、だからそれをよりね分かりやすくしようと思って道でやろうと思って最初道でやって、でこの家をね作る、まあ、思い出作りもあって始めたんですよ。それがね、そうなんだ、うん、すごいっすよ皆さん。あの動画でしか見てない皆さん分かんないと思うんですけど、匂いがエロい家の中の匂いが匂ってる、匂ってますよ。いい匂い、あ、いい匂い、いい匂い、よかった、うん、あ、これ2時間後に抱かれるって思わせる匂い確実にそっかと、伝わらないから、そう、伝わらないですから ね、大事っすよ、やっぱ匂いは。だそうです。質問です。はい、じゃじゃん、どうしたら細い体をキープできるんですか。いや、そのままっすね。なんだろう、食事制限とかしてんすか。いや、しないしない。逆にあのお酒飲まないから、うん、お腹出ないんだと。今いくつですか。32。で周りはお腹は出てる。うん、そうっすよね。そうそうそう、俺らも今年25の年で、いや、おかしくないっすか、もう同年代の25ではない空母は ね、 空母はね、そうなんですよ。初めて見た時絶対同い年だった30超えてるっすね、やっぱアベレージ、その言われる年齢は、うんうんうん、ね、そうですね、意外と25なんですよ。逆にレン君の
体型維持が知りたい。鍛えてですか？鍛えてました。あ、高校まで部活で。そうですね。でもそっからほとんどしてなくて、で最近もちょっとジム通おうと思ったけど、もうコロナで全然ダメで。ああ。本当何もしてないんですけどね。落ちないですね。いいね。意外と。こんぐらいがかっこいいですよね。硬いよくてなんかドワンとして。次の質問いきます。はい、どうぞ。恋愛感を聞きたいです。外見中身のタイプな人、ドキッとする仕草、アピールするときは何をするか。欲張りっすね、この人。欲張りだ、ね、外見のタイプ、うん、外見中身のタイプはもうないんですよね。あ、そうなんですか。30超えるとタイプなくなると思うんですよね。何が良けりゃいいってなるとかしたら、フィーリング、あ、タイミング、おぉ、陰踏んできやがったみたいな。そうっすね、でもめちゃめちゃ大事。大事、それ、うん、合致したらじゃないですか。実際なんかわかんないけど好きぐらいが多分ちょうどいいっすよね。まさにそうなんですよね、うん、みんなそうじゃないですか、付き合った人。恋愛はちょっと困る。なんで何恋愛はちょっと困る。ドキッとする仕草。仕草、うん、あるっすか。俺ありますね。まず背筋がいい女性。いや、わかるがめちゃくちゃ好きなんですよ。すごいわかるっすわ。背筋いいと色気出てる。そう、そうなんですよね。エロい。うん。だもったいないなっていう女性はめちゃくちゃ見るっすね。猫背とか。うん。確かに。すげえ可愛いし、スタイルいいのに、もうなんかこんなんなって、携帯こんなんなってるみたいな。確かに。人を見ると、ああ、惜しいなってなりますね。わかるな。うん。ちょっとね、こう、ちょっと反ってるぐらい。そうそうそう。だから、多分それに付随するんですけど、俺女の人の星座が好きなんですよ。いや、フェチがすごい。フェチがすごい。だそれも多分こう、星座するとさ、こう姿勢がピッてなるから、なんかああ、いいなってなるっすよね。なるほど。うん。あんま見せる場面ないですけど、星座。そうなんですよ。女の子が。そうなんです。だって家来て星座してたらちょっとどうしたの、うん、ね。し、星座してともなんか言えないし、だふとした時の旅館とかこう、デート行って、うん、朝ごはん食べよっか、うん、二人とも目こすりながらもうはだけた着物をこうちょっと整えてトンって座った、そのトンがもうトーンってこれこれYouTuber のすいません、こういうやつ、こういうやつ、ルーさんの質問コーナーすいません、すいません、忘れてました、すいません。これができるようになりたいんですまだちょっとキャリアが足りない。好きなこと喋ってるときはやっぱ一番こうね、間違いない、熱くなりますからね。間違いないだそうです、うん、好きな映画は何ですか。影響を与えられたのはスナッチとかいう映画って。ああ、聞いたことあるな。なんかもう男臭い、ガイ・リッチー監督みたいな。どんな映画っすか。なんかもうね、あの渋い男しか出てこないんですけど。あと映画でなんか時系列めちゃくちゃ系が好き。はいはいはい。なんか遡ったりとか、うん、そういうのが基本好きだから、その辺のね、男臭いやつ見てるっていう。堀市さんは映画何見るんですか。堀市さんは最近見たのはもののけ姫ですね。あれはやっぱりちゃ、ボケとかじゃない。え、ボケとかじゃなくて、本当にもうだからこの間、なんか最近映画館でやってるじゃないですか、ジブリシリーズやってる、ね、それでちょっと見に行くかつって、本当に十何年ぶりとか見たんですけど、やっぱりいい映画でしたね。いやね、共に生きようってね、いい言葉だよな、あれ。次いきます身長が低い男性に似合う服装ってありますか。幅が広すぎて難しければ、身長が低い男子が着ない方がいいと思う服装を教えてほしいです。難しい。むずいっすね。僕166なんですけど、僕で言ったら A ライン、下緩いデニムバーって履くことが多いんで、体型カバーなのかな。それでブーツ履いたら漏れるし。そうっすね。したらなんかちょっと背大きく見えるんじゃないですか、うん、T シャツジャストサイズで着て、うん、みたいな、なんかベストかな。やっぱスニーカーじゃなくてブーツ履いた方がやっぱ漏れますからね。漏れるっすからね、うん、そう。で緩いデニムだと全部隠せるから、うん、うん、で細いパンツは逆にだから履かない方がいいのかなっていう。
これね、あの背高い人をこうスッて、ね、スッとして、ね、でも僕も本当に細いのはね履かないですね。スキニーとか持ってないですね、うんうんうん、イメージないです。恥ずかしくなっちゃう。これでなんか細い、今日細いの、今日細めっす ね、うん、思ったっす。おもしチャンネルファンだから見てるから堀市の1週間行動めちゃめちゃ好感度アップさしにかかるじゃないですか。全部見たな動画、うん、何が面白かったですか。あ、ちょっと選べないんですよね全部好きだな。じゃあブナ突っ込んでやってよ。あれ見てないうんうんでもやっぱブナ君がやってたあのタバコ初心者みたいな、うん、ありましたね。やっぱり、うん、一番いいかな。わかるわかるがもうすごかったっすね、あれはお、懐かしい感じ、うんうん、なんでどうやってあれ思いついてやったんだろういやでもあれ、その俺のそのタバコ吸ってるだけのやつが2つあげてるんですけど、どっちももう10万回ったんですよ。そう、皆さん見ましたあれすごいっすよ、ただタバコ吸ってる動画。そうなのよ、バカみたいにかっこいい。でもタバコ系 YouTuber で行こうって俺はずーっと言ってるんですけど言ってない言ってないなんだこれ、アレクサがすごいあの質問に、うん、うんうん上がってる。そう、ルームツアーのやつで募集したからですね、アレクサを。ちょっとじゃあアレクサ、うん、手聞きしてって言ってみて。あ、消えちゃった消えちゃった、消えちゃった、すごい。じゃあアレックス、電気つけて。アレックス、電気つけて。違うね、名前間違えたら怒る女の子は名前間違えたら、うん、あ、そっか、女の子なんです女の子アレックス、電気つけて。わかりました。すごい、これね、最近導入したんですけど、はあ、めっちゃ便利。便利っていうか、なんかスケベじゃない。スケベ、あね、これスケベモードあるんですか、うん、じゃあ女の子が、女の子として、あ、じゃあ女の子やです来て、ご飯食べて、うん、じゃあ映画見よっかっつって、うん、アレクサ、映画モードにして。すみません、私には分かりません。そう、焼き餅やる、はい、アレクサ、焼き餅やっちゃう。あ、焼き餅やっちゃうんですね。やってくれない、他の女連れてきやがって、つってもう一回やろう、頑張ろう頑張って。アレクサ、映画モード。ここだけエッチだな。エッチでしょ。アレクサ、エッチよ。 YouTube は企画撮影編集と大変だと思いますが、はい、続けられる力は何ですか。なぜ継続できますか。いやでも YouTube は本当趣味しか流してないから、うんうん、楽しい、そう、苦じゃない、うん、これが仕事だったらもうやめてるっす。まあそうっすね、うん、もうなんでしんどいっすもんね、うん、しんどいから、うん、自分がやりたいことをやれてるからやってるし、これからも続けようかなと思いますね。ただ周りはめっちゃ心配してるっす。なんで。飽き性だから、どうせすぐやめるでしょって声が多かったけど、今どんぐらいですか。1年経ちました。1年、去年の11月に開設して、そっからちょっとサボっちゃったから、うん、まあでももうすぐ1年かな、開設して、うん、でも俺も最初の方はめんどくせえってなってたけど、なんかちゃんと見てくれる人がいて、ちゃんと反応してくれると、そう、楽しくなってきますよね。まさにまさにまさに、そうこうなんですよ。だ、皆さんのおかげなんですよ、きっと。そうなんですよ、ルイさんが。そう、コメントを全部読んでますね、もちろんね。ねえ、ね、どうすか、どうすか、あれ呼んでますって。ああ呼んでますよ。そうか、ハートマークつけて、ハートマークつけて、つけて、温かいコメント欄で溢れてるんで、うん、まあ、連載ほどじゃないですけどね、うん、大抵とか来ないですから、うん、大抵すごい、エロい、エロい色気、ああ、あーなんかね、うん、嬉しいですよね。でも女性多いんですか、視聴者。いやいや、俺もだからルイさんがもう俺大半男性だよみたいに言ってて、あ、そうなんだと思って俺も見たんですよ。そしたら俺も 80% ぐらい男性でした。ああ、やっぱり、うん、でもそうなんだ。でも多分そのコメントしてくれるのは女性の方が多いみたいな。そうそう、女性の方がコメントしてくれる、うん、ことなんでしょうね。でもそうっすよね。逆にその女の子の YouTuber には多分男がこう反応するみたいな。そっかそっかそっか、ことなんでしょうね。確かに確かに、そういうこと、かわいいとか
つって。確かに確かに。次、はい、いきなりですが、はい、タピオカ好きですか？バイク乗ってますか？そうなんですよ、バイク。バイクの話がね、はい、やっぱすごい出る。そうそうそう。でみんなどこで前なんつってましたっけ？何が？飲んだ時にバイクどうしてるか。そう、バイクの説明をねしたかったんですけど、一番多分コメント来てるんですけど、うん、実家にあるのかって言ったんだっけ。実家に置いてあって、ね、でちょっといじんないと冬眠させてて、いじりたいから帰りたいんですけど、うん、このねご時世で帰れなくて、うん、乗れないんですよね。だから早く持ってきたいんですけどね。何乗ってんすか？ね、川崎の TR ってバイクなんですけどね。それいじってあって、そうなんでちょっともうちょい待ってもらって、うん、でもなんかあまりにも言われるから、なんかちょっとセカンドバイク買おうかなとは。そうっすね、うん、思ってて。僕もバイク乗ってるし。それをね、皆さんもう見てると思うんですけどこれずるいんすよ、ハーレー。ハーレーのパン。そうっすね、パンヘッド、赤いやつでめちゃくちゃかっこいいっすよ。レッドドラゴンって言うんですよ、あいつ自体が。あいつ自体が。俺がつけたんですけど。つけがち。そう。いや、もう皆さん見てると思うんですけど、見に行ってください。あれはかっこいいです ね。多分、その、知らない人でも、うん、なんかすげえやつなんだなっていうのは伝わると思う。うんうん、もうオーラが出すぎて。うん。俺もほとんど別にハーレーのこと知識なかったんですけど、それを見たときになんかこう、あ、これだってなった。ね。今度ね、あれもらうんですよ、僕。コラボ記念でもらえるらしい。ね、なんかそういう約束をしちゃったみたいで。そうそうそう。いや、ありがたいですね。うん、多分足届かないです、僕。いや、あれね、うん、そうなんですよ。座った、こう何この感じの安定感あるんですけど、うんうんうん、このブレーキと、うん、この何クラッチ、シフトが、もう何このバーがあって、こっからこうトントントンじゃないんですよ。あ、ステップから離してこうなんですよ、ね、大変だ。じゃしんどいと思います。いや、無理無理。てか大型持ってるんですか？大型持ってない。そっからだよ。大型でも体格的に無理だから諦めたっすね。あ、うん、いやでも女の子でもいけるぐらいですからね、あれ。確かに確かに。でもちょっとバランスが、あ、バイク乗った時のってことか。バランスが取れないなと思って諦めてたんですけど、うん、取ろうかな。取りましょうよ、ね、ツーリングしましょうよ。行きたい、ね、ツーリング。俺2台あるんで。あ、前のやつも。そうっす、ブラックキャットもいるから。名前だけ変えない。ブラックキャット、ブラックキャットもいるし、ね、ヘッドドラゴンと。そう、まあそれがダメならシルバーウルフもいるんで。ママチャリだからさ。よかった、突っ込め。突っ込めない自分。動画で言ってたかなって探したけど。そう、言ってないと思う、シルバーウルフは。ね、ツーリング動画とか見たいですね。ね、今後、うん、できたらいいな。ですね。ちょっと待ってください、最後になっちゃいました、これ質問。もういいんじゃないですか、もうだいぶ言ってくれたから。最後、ラスト、経験人数が知りたい。きたー。きたな。これは深いな。お酒を。本当に昔から周り男ばっかだし、うん、女の子遊びっていうのは割と興味なかった方。え、でもそのルイさんから行かなくても女の子がこう一緒に飲んでたら。みたいな、うん、でそれは握る、しっかり。うん、それは握るんです、ね、でも終電で返す。男。いやいや、ルイさん、はい、スウェーデン食わぬは男の恥っていう、あ、なんかかっこいい話ですことわざがあるんですけど、出された飯はちゃんと食うのが男だっていうのをね、親父が浮気した時に言ってたんですよ。かっこいい話だよ。絶妙だけど、ちょっともう終わらせてもらっていいかな。終わった方がいいですか。じゃあちょっと質問なくなったんで、ね、僕はこれで失礼します。お疲れ様です。また。はい。
あ、ここだ、またね、というわけでほとんどがカットかなと思うんですけどねちょっとあの、レンさん登場してもらってもうすごい、素晴らしい2万人記念になったと思うんで、今でも2万6千人ぐらいになってるので、これ動画出す頃にトントンっていけたらもっと嬉しいかなと思いますので、またあの、次の動画でお会いしましょう。で、またレンさんの方の動画も出ると思いますので、そちらもチェックしてください。ではまた。ブナもカッコつけて吸うのはなんか違うから、じゃあちょっと初心者の感じで行こうっつって、はい、よーいスタート、パーンっつったらもう一発で上がってたよねすごい役者すぎる。そうなの。いや、もうあれは本当にもう二度とやりたくない天才って思ったさ。演技楽しいって言ってた言ってない絶対言ってない。